はい、皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はノースペースのマウンテンライトジャケットに合わせるパンツおすすめ4選を紹介していこうと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、1つ目のパンツはもう皆さんご存知、アルパインライトパンツです。このパンツは紙シルエットだったり紙パンツだったり紙という言葉が頭につくパンツです。なのでノースペースで一番最初に何買おうか迷ったらこのパンツを購入してみてはいかがでしょうか。伸縮性も抜群で足さばきが本当にいいです。このパンツを買えば本当に間違いがないので一番のおすすめです。はい、それでは次に行きます。2つ目におすすめのパンツはこちらも同じノースペースの道路ライトパンツです。このパンツもノースペースの中でアルパインライトパンツ同様おすすめのパンツです。足上げもスムーズですし、生地はポリエステル 100% なんですが、風合いはまるでコットンのようです。パンツのカラーなんですが、私は基本的にブラックの方が好きなんですが、このニュートープ本当にいい色です。はい、次3つ目のパンツです。3つ目はワークマンのエアロストレッチクライミングパンツになります。このパンツもクライミングパンツというだけあって、足上げも本当にスムーズです。ポケットはジッパー付きのポケットが左右にあります。このパンツ先ほど説明した通り足上げもスムーズでなんだかスタイルがよく見えませんか。このパンツは一番最初のおすすめで説明したアルパインライトパンツそっくりなんです。詳しい説明は概要欄にリンク貼っておきますのでそちらの方をご覧ください。はい、こちらのパンツが最後4つ目になります。4つ目は GU のパラシュートパンツです。このパンツ価格が2990円でした。こういったパンツも一つ持っておくといいかなと思って購入してみました。ポケットなんですが左右にあって、今このようにねフラップ付きのポケットになってますねがあります。そして腰あたりですね、ウエストの調整はスピンドル仕様になっています。フロントはボタンで留めれるようになっているのと、あとは前チャックですねがついています。生地自体は薄めになっているので春先ですね、あったかくなってきた今頃です。今から活躍間違いないと思います。あとは後ろ側ですねにもポケットが片側ですけどついています。こちらねボタン付きになっています。パラシュートパンツというだけあってシルエットはこのようにかなりのワイドパンツになっています。あとズボンの裾なんですけどこのようにね絞れるようになっています。丈の長さっていうのはここで調整できて、まあ、絞れるので特に気にならないですね。今撮影していて片足をね上げている状態でフラフラしているのが皆さん気になるかもしれませんがご了承ください。このマウンテンライト GU のパンツを初めて合わせてみたんですが特に違和感なく履くことができていると思います。上下でノースフェイスを揃えるとなると結構な金額になるんですが、このようにね今回紹介した GU のパンツだったりワークマンのパンツだったりまたユニクロのパンツでもいいと思います。トータルコストが抑えることができまたコーデの幅も広がることができます。今回はマウンテンライトジャケットにいろんなパンツを合わせてみたんですが逆にノースペースのパンツにトップスを違うメーカーで合わせてみてもいいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。また別の動画で会いましょう。バイバイ。